俺の名前は押尾秀則。今回は元妻京子と離婚したエピソードを紹介しようと思う。ドラマのような大恋愛の末に結婚した俺たちだったが、京子のせいで離婚することになってしまった。人生何が起きるかわからないものだ。結婚3年目のある日、京子の態度に疑いを持っていた俺は出張先から京子に LINE を送った。あのさ、帰るのちょっと早くなるかも。え？なんで？出張って木曜日までだったよね。そうだけど、まだわかんないけどさ、仕事が早く片付きそうなんだよ。そうなんだ、よかったね。何？嬉しくないの？がっかりしてない？そんなことないけど、いつ帰ってくるの？早ければ今日。今日？うん、仕事次第だけど、もしかしたら明日になるかも。はっきりしてほしい。え？なんで？だって仕事次第なんだから仕方ないだろ。だってほら、食事の準備だってあるし、はっきりいつって言ってほしい。別に飯なんて外食でもいいだろう。京子いつも今日は疲れたから外食にしようってしょっちゅう言ってるじゃん。でも私だって予定あるし、夫が帰る日くらい把握してたい。だから早くて今日。だけど仕事次第では明日かもだし、トラブったら予定通り木曜になるかも。仕事ってそんなもんだろ。困る。また連絡するよ。決まったら早めに教えてね。困るんだから。このやりとりの1時間後、俺は京子にこんな LINE を送った。ごめん、やっぱり帰るの明日か明後日になりそう。わかった、頑張ってね。出張応援してるぞ。ありがとう。さらに1時間後、俺はまた京子に LINE を送った。なあ京子、やっぱりなんか京子に早く会いたいからさ、今日帰ろうかな。え？無理しなくていいって、いつも会ってるんだから1日2日くらい大丈夫だって。でも京子に会いたいからさ。ありがとう、でも無理しなくていいよ。そっか、じゃあ今日は泊まって明日帰ろうかな。そうしなよ、明日待ってるから。その5分後また LINE を送った。京子、俺やっぱり今日帰る。なんで？明日でいいって。バタバタして忙しいでしょ。明日ゆっくり帰ってきなよ。京子焦ってない？京子今どこにいる？今？家だけど。嘘。嘘じゃない、家。嘘。お前箱根の旅館だろ、しかも真男と。おい、既読無視すんな。家にいるってば。ムカつく、なんでそんなこと言うの？嘘ついても無駄だから。お前が泊まってる旅館に探偵行かせてるんだよ。証拠もバッチリ押さえた。貸し切り温泉は良かった？そら良かっただろうな、浮気相手と貸し切り温泉だもんな。探偵？え？どういうこと？京子が怪しいから探偵雇った。京子、俺が出張に行くと家電に出ないよな。いっつも転送設定になってる。前はすぐに電話出たのに、最近は決まって転送されてる。それはたまたま外出してただけ。本当に家にいたよ。で、怪しいと思ったら、家のパソコンに温泉検索した履歴が残ってた。俺と温泉行く計画なんてなかったもんな。それにパソコンのログイン履歴削除してないから、 SNS ログインできたわ。メッセージ見ちゃった。見たくなかったんだけどね。うざ、ひどい、犯罪でしょ。俺だって見たくなかったよ、京子と浮気男のやりとりなんて。京子、俺が出張のたびに男と旅行行ったり自宅に泊めたりしてたんだな。お前最低だな。ひどすぎる。どっちがだよ、ひどいのはお前。それにさ、俺今家にいるからな。お前どこにいるの？あ、箱根の旅館か。いえ、え、出張じゃなくて？出張は？お前の浮気旅行の証拠取るために嘘ついた。俺の出張1日目から浮気旅行に行ってくれたから、俺ちょっと時間潰すだけで家に戻ってこれたから金かかんなかった。うざい、もう俺出てくから。不倫の証拠は十分あるから、あとは弁護士通して連絡する。慰謝料用意しとけよ。男にも慰謝料請求するって伝えといて。そこにいるんだろ。じゃ箱根楽しんできて。俺の出張中に真男と旅行を楽しむ京子をはめるため、俺は出張があると嘘をついた。
俺は京子からも真男からもしっかり慰謝料を取ってやった。この件で京子と真男の関係はギクシャクし、結局破局したらしい。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。